です、ロングアイランドシティ来ました、今日はジュライフォースで、独立記念日、まあ、花火ね打ち上げをとりあえず撮影しに来たんですが、まあ、コロナが明けたところの、まあ、去年と比べるとね相当多くの人たちがね訪れに来ているっていうような感じで、ブルックリンとか行ったことあるんですけど、ここねロングアイランドのところに来ることっていうのが、初めてですね、というところで、まあ、メインのね要するに花火の打ち上げが一応ロングアイランドに、イーストリバーっていうねことにもなってるので、まあここをどっからちょっと入れるのかもわからない感じの混雑具合、ですが、ちょっと入り口探して、まあどちらからか入れるような感じでね撮影はしたいなとね思ってます、というような感じで、とりあえずね、まあ開始の少し手前のロングアイランドシティの様子でしたということで、Thank you.
う逃げてきました。なかなかね場所も悪かったし、ちょっとやっぱり、なんだ煙の感じでちょっとうまく時間がかかればタスを取りたいな感じも見受けましたね。とりあえずこのまま地下鉄のことがあって、スーッと逃げにかけようかなと思います。というよりこの人の数の方の方が、面白いかなって、ね、ちょっと思ってますよ。ということで多分この15分の差でマンハッタンに戻れないというケースになりそうなので、ここはスーッと逃げましょう。綺麗な映像は、他のYouTuber に任せましょう。はい、それでは。はい、ということで、花火から逃げて、ひたすらもう帰る人たちも僕よりかも早い人たちがいっぱいいたよってことですね。ステージ出る人たちはねそのまま、帰り2時間ぐらいかかるんじゃないかなと、地下鉄乗るまでね。あれ俺もこれあれいけるいけないいけるか、とりあえずこの花火打ち鳴らしているところの、ロングアイランドシティの様子だけ皆さんにお届けするのがメインな感じになっちゃいましたねっていうところで。